はい、皆さんどうも。最近ガチで忙しすぎるエイチでございます。本当にさ、おばらガチでおらガチでおらないということで、ベーカリー実況第330回ということで、今回は第3回クリスマスラッシュの方やっていきたいなと思います。ということで、今回はニャンタクロースのポポイが報酬としてもらえるということで、現在、はい、269体。本当に真面目に参加できませんでした。本当に記録見て分かります。はい、本当にあのトータルの強制活動見て分かると思います。ガチで本当にできてない。あ、待って、オート機能忘れた。ちょっとみんなにさ、終わらせたいことが結構あって、それをしなきゃしなきゃって思ってたら、本当にもう寝不足で寝不足で、本来だったら昨日もね、配信しようかなと思ってたんですけど、まあ向こうが連絡返ってこなかったっていうのもあって、結局できなかったんですけど。本当にあの最近マジで本当に忙しすぎて、何も手についていなくて、もう本当に嫌になってくる。あー、もうわかんねえ。絶対なんか足の方に V のやつだった気がする、多分。中上ダメージ無効化になってくると、のチェメドイン交換かな。また音消し忘れてた。危ね。いやー、プリズムウォールはちょっと待って、いらないってこれ。あと1個だけど、多分消せるだろう、多分お上手になっても。あ、なんなかった。いやー、脱力。あ、反射か。あ、ちょっとすいません、あとにちょっと今日もちょっといろいろ予定詰まって、あ、間違えた、ここじゃない、ちょっとこれが日曜日投稿できてるかちょっと本当にわかんないんですけど、まあちょっとそれぐらい本当に忙しすぎて、ちょっと予定が詰まりすぎてっていうのもあるのと、やんなきゃいけないことがあるっていうので、もう人間ワイヤーです。あと4つ、いや、脱力をつけられたらあれだっていうのは。
響き。あ、別にそっか、寝る時のリンさんのやつで倒れちゃうか。一応持ってきたけど別に良かったらしい。じゃあラスト1いってとガチャ引いて終わりたいと思います。あ、まちょっと音一応めっちゃ削れるやないかいとりあえず年内に本当に終わらせたいものが何や、何個あんやだから3、4つぐらいあってで、ホースの方もなんかもうめちゃくちゃ大量にあって2つか、2つ終わらせたいものがあってちょっと本当にこれ頑張んないと終わんないってなって、昨日っていうか水木金と土曜寝不足でしたね、マジで。なんでちょっと本当にこの動画もちょっと日曜の C 投稿できてるか分かんないですけどまあちょっと本当に最近忙しいので、ちょっとまあ応援とか気遣いとか、気遣いって何やろしっかりとなって思います。ということで、報酬って クロスアビリティフルパワーくらいよな。エキパの方もチケットはないよな。なってくると一緒？でも一緒なんもないな。なんもないわ。じゃあ、あ、クーポンじゃないのか。クーポンじゃなくて、しか60枚あるわ。じゃあ60枚まとめて引きたいとは思うんだけど。ね、そしたら演出が見れないので10枚ずついきます。はあ、あ、一番多分中で言ったな。サニラ、オレグ、グレイス、バージョセイヤー持ってる、マイヤー、ジュリア、イシン、ナソス、セイヤは星5が持ってたのかな。なんかイレン、予測通りだったわね。ウリシャー2枚目かな。1枚出てきた。キサラギ、悪魔、ドナ、グローレ、サルザーゾ、シルビ、ザラ、グローレスパージョセイヤー持ってんな。サリワン、セイヤ、リチャード、セイヤ、セイヤー関連は結構出てくるけど、なんかどれが持っててどれが持っててんのか全然わかんないチエール、バージョセイヤ、グライノス、クレス、お、またシスじゃん。マッセツ、ビッフィ、オシャレ神戸、フリック、とっても素敵な旅だったわ。アンドラクローズ、これって前のか、アビス、マジすぎや、あ、もうわかんない。また1枚、すっかり成長しましたね。アローザ先輩か、アルデラバージセイヤ、おー、リャッタフー来てくれた、マジで。アニバージョセイヤ、セイヤバージョン来すぎてさ、ちょっと分かんなくなってきた。ピーター、シエルの星5、シエルは多分持てなかったのかな、分かんねえや。
あ、今回虹なし。バレックス、北条、ルファ、桜井。もう分からへん、分からへん。あ、これダスだった。じゃなくて、え、あ、こっちダスだと、はい、ダスです。ちゃんのとこ見ちゃってた。はい、虹なし、ルファス、松の山ぐるみ、ルクス、クレス、エイショ、レベッカは落ちなかったな、多分。はい、ということで以上になります。今回新しく出てたのってさ、え、セリリと、え、え、あ、ニューだったんか。サンタクロー、ん、サンドラクロース。あー、よかったのがアリアタフとサンドラクロースかな。まあ、うん、いいでしょ。ということで、今回の実況ね、以上に終わりたいなと思います。ということで、次回なんですけども。一応真っ白なんだけど。一応真っ白なんですけど。え、ちょっと。ゆくくる関連になるのかな ?24 日。ちょっと待って、本当にちょっとあのお知らせ真っ白すぎてさ、あの何もわかんないですけど、まあいいや、ちょっとこれに関してはちょっと後日 DBS でお知らせしますということで、申し訳ない。うん、おあと15日も切っちゃってる状態、早いっすね、ほんと。ということで、多分ラストかな、今年次が。わかんないですけど、ちょっと31はちょっともしかしたら投稿は無理かもしれないんで、ちょっとそこだけ申し訳ないです。ということで、終わりますので、ご視聴ありがとうございました。また次回も私にバイバイ。君と終わる